どうもひろいです。作詞の解体新書、作詞家が10分でできること、第4回目となります。今回は10分間で言葉の連想ゲームをしてみたらどうなるかというのをご覧いただきたいと思います。それでは今回の実践内容、10分間で言葉の連想ゲームをしてみるということで、この実践内容をですね、作詞にどう生かしていくかというのを、あなたもご覧になりながら考えてみてください。ひとまずやってみましょう。それでは早速実践の方をスタートしたいと思います。作詞の仕方って、まあルールがあるようでないようでというところになりますから、どこからどう書いていこうとか、何からどう書いていく、拾っていこうとか、いろいろまあ想像を膨らませていきますよね。要するには思考をどんどん掘り下げていって、世界を具体的にしなきゃいけないわけです。具体的にしていくとなると、細部まで、要は情報を引き出さなければいけない、頭の中で描いているイメージの情報を引き出さなければいけないので、まあやってみせた方が早いですね。じゃあまず最初に何かを決めなければいけませんね。ではですね、まあもう少しで夏という時期、まあ梅雨が先に来る、じゃあ梅雨にしましょうか。梅雨、ここから連想していきます。梅雨といったら、まあ6月ですね。6月といったら、ブライドシーズン、まあ結婚ですね。結婚というと、ちょっと良くないですね。ポンポンポンと言いたいので、ブライドシーズン、結婚、じゃあこっちの方がいいな。ウェディングドレス、指輪、今とりあえずちょっとバババーと進めていますけれども、連想する方向性とかそういったものっていうのは、まあ個人差があるのは当然で、その個人差こそがまあセンスになっていくわけですね。でとはいえ、最終的にはリスナーさんにイメージをさせ、イメージしやすいようにフレーズを作るっていう風になっていきますから、あまりにも突拍子のない連想をさせてしまうような言葉を選んでしまうと、そこでリスナーさんはなんでここでこういう表現なのと混乱してしまうわけですね。なので混乱させないぐらいのギリギリ、あ、そういうことかっていう風に気づけるようなイメージは与えなければいけない
ていうことになってくるので、まあそういうことは、まあ、作りながら考えていけばいいんですけれども、連想するというのがどうして普段から必要なのかっていうのをあなたなりにも、いろいろ考えてみてほしいなと思いますので、じゃあとりあえずちょっと続きいきますね。サラリーマン、電車、そうですね。まあこうやってちょっと悩んでしまうのは逆に良くないってことなんですよね。ポン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 、わーって書いていった方がいいんですけれども、ただこれは作詞をする場合だと逆に、いいんですよね。いいっていうのは、これは違うなっていうところに気づけるっていうのもまた大事なので。例えばこれを今じゃあこの段階でなんでここで思考が止まってしまったんだろうって掘り下げると、6月からスタートしてこうやってブライドシーズン、結婚、ウェディング、指輪、3ヶ月、ここなんですよね、変わってるところが。例えばここで指輪から恋人のことに連想していくと、恋人はどんな人みたいなことにイメージしていくことになってになりますから、分岐点が要するにはここなんですよね。こんな感じになりますね。で、僕はこっちの方向に掘り下げていって、今ここで止まってってなってるんで、これ以上掘り下げていくとなると、要は、このサラリーマンのこの主人公なのか相手役なのかまだわからないこの人物のことを掘り下げていくという方向になっていくわけです。じゃあちょっともう時間が時間なんで、コンビニ弁当、一人で晩酌にしましょう。で、なんか、ほんと、大変な
生活をしてらっしゃる、サラリーマンのステータスを下げていって、掘り下げていってるようなね、連想になっていきますけども。 そうだな、あとはここから、はい、ストップです。ということで、10分間の実践をお見せしました。で、軽くちょっと解説であったり、この要は言葉の連想ゲームのね、応用の仕方などをちょっとお話ししていこうと思います。お見せしていた中で僕が手が止まってしまったところがあったと思うんですけれども、それは10分間の間に軽くお話しした通り、ここでこう言っちゃったからこうなっちゃったのかっていうのにちょっと気づいたので、どうしようって一旦思考が停止してしまったんですね。で、要はここで、ああ、じゃあこっちに行けばこっちに広げられるなっていうので、こっちの可能性を描いて、とりあえず時間内にどこまでできるかっていうのでお見せするために、僕はこっちの方向性でそのまま引き続き掘り下げていったという感じです。で、こうしていくと今気づいたかとは思うんですけれども、ところどころでの分岐点を探していけば、このようにいくらでも枝分けをしていくことができるということが言えるわけですね。じゃあ例えばここの6月の方でブライドシーズというところに行かずにっていうのももちろんできて、もうすぐ夏とか、どっちかとここで夏休みとか海水女の子みたいな感じでできるわけですね。こんな風に言葉で遊ぶ感覚で連想ゲームをしていく、正解も間違いもないんで、こっちはこうしなければいけないとかそういうことではないですからね。自分がどれだけ言葉からイメージを拾い上げて、それを連想させるような何かを掘り下げていけるか、拾っていけるか、見つけられるかっていうのを鍛えていくようなものなので、もうこれぞまさしく作詞に生かせないわけがないですからね。なので、この10分間でもこういうことができるんだよという、実践例の一つとして、今回は言葉の連想ゲームを僕が実際にやってみて、お見せしたということです。ということで、いかがだったでしょうか。ぜひですね、今回の実践内容を参考に、あなた自身でも試してみて、この言葉の連想ゲームをぜひ作詞に有効活用してみてくださいね。それでは、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。